貝には夢山あり、白い木が雲をしのぎ、白い草が見渡す限り広がる寒空の下。ある日目が覚めると、体が霜まみれになり、毛も真っ白になってしまっていた。だが、お前は喜びで満ち溢れ、冷たい霜さえも飾りにした。お前の名前は。自分の名、思い出したかな。やっと見られたよ、お前の形。貴様のことを覚えている。自分の名さえ覚えてないのに。こういう小細工をするなと言ったはずだ。貴様、そこまで死にたいのか。貴様が500人目だ。貴様を殺せば我は自由になる。じゃあ殺せば。じゃあ殺せば。自ら人を殺す姿を見てみた。芸術のように美しいんだろうな。約束を守ってもらおう。あの時伝説の夢山の主の正体がこんな子供だとは思わなかったよ。強大な式神を使って邪魔な奴を始末するのは癖になる。私を縛るまじないは二つ。一つは謎、一つは各地。その二つを手に入れれば契約を結べる。田園地方律令九州五本加筆万機服装救急尿律令はっそっハクゾウスか、いい名前だ。なぜお前が。分身の術さえ知らないのに陰陽師失格だよ。卑怯な陰陽師こそ騙されやすいと言うべきか。礼を言わせてもらおう。あんたのお金でこんなに素敵なあやかしと式神契約を結べた。やめろ。あんたは陰陽師と呼ばれる器じゃ。
実に美しい。琥珀ってどうかな。琥珀？新しい名をつけてやるよ。私の式神になってくれるかい。